皆さんこんばんは。歌う怪談女日月陽子です。怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー松山勘十郎です。階段を集めて47年甲斐収集家の木原博一です。この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。甲斐収集家である作家の木原博一さんが実際に。 直接取材した実話会談を語ります日本で唯一の会談専門ラジオ番組です木原さんといえばあの今や伝説の実話会談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね他にもしを会談やつくも会談といったヒットシリーズも出版されてますよねその木原さんによるこの世のものではない話もののけの話 不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて怪談マニアにとっては夢のような話ですよね夢夢どこころか、悪夢よよ。りも素晴らしいことですよそれではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます怖い、水曜日、6月が終わった そうですよもう最終六月最終さあ四月に入ってねまあ夏本番とまあ暑くなっていくでしょうね特にう会談の季節ですねねまあ季節関係ないですけどうちの番組やってますからねそれはそうですね世間のイメージの話ですからね本当にしかもアーカイブがとてもしっかりして放送の第一回目からアーカイブが遡れるので季節どころか年代も関係ないそうです時間もね関係ない今頃六年前七年前の話の突っ込みが 来てもなんでおかしくないおかしくないそうそうそう。マーサっぱらからでも聞けますからね。ええそして我々がそれをこう対応できる方覚えてられる方。そう言うとがちょっとまあ無理でしょうね。でもね坂登って今ここまで来ましたっていうねあのメール結構来ます来ますね。うん坂登ってここまで来ましたとかね今あのね二年前のところも聞いてるんですよっていうふうに。 ですけどね本当っありがたいし YouTube の方もね毎週1回ね上がってますけど毎週一にしては何千回回ってますからねそうです毎週更新されてるコンテンツってなかなかすごいと思いますそうですよ会談でしかも毎週しかもラジオ放送ですかねこれそもそもですから YouTube のような談コンテンツではないですからねラジオ放送を YouTube でも聞いてもらうフォートキャスでも聞いてもらうっていうさらに言うなら会談専門番組やのに会談ちっとも語ってない会談分析番組 階段考察考察版面白いねそうまあ階段の原石をご紹介するあそうです取材前の状態をご紹介考察番組というか首絞められるんかと思ってでも体験談も階段ですからね言うたらその通りです階段やってないわけちゃいますからその通りですね早速体験談とかいろいろまた来てるんじゃないですかお便りですねまたお便りが来ててよかったですよどうぞ そんんな喜びしたら普段あまり聞こえるやれ今からご紹介するのってラジオ関西でも一回あった回と同じタイプやなと僕思ったんですよね前この表の方でも紹介しましたけど何年か前だからねだから類似性があるかなとなので最初に言ってしまうと最初に言っちゃいますけど要はねエレベーターの話なんですよ。でエレベーターだけあってこれがまたあの。 文章で伝えねばなりませんから、なかなかちょっとこう頭の中でイメージしながらの方がやっぱいいですよねって感じなんですけど、はいえー、千葉県のラジオネーム、亀太郎さんから。亀太郎さん、はじめまして、はい。本当に大したことはないのですが、うん、私も少し不思議な体験をしたので、ぜひ木原さんに読み解いてもらい、納得いく説明をしていただきたく、初めて投稿ともかかく聞かせていただきまたいと初います。めましてですね、うん、私は 製薬企業で学術職をしているのですがおい先日 MR から MR というの薬の営業さんのことらしいですね依頼を受けてとある県へ出張したときに体験した話ですいい、ね、とあるビルの会議室を借りました、うん、このビルは1階から5階ぐらいまでレンタル会議室となっています会議が長引いたことで20時頃に レンタル会社へ何時まで延長が可能か、えー、電話で確認したところ、うん、うちの会社以外はもう利用者がいないレンタル会社の社員は1階の事務所にいるので帰りに必ず事務所へ声がけすると、えー、説明を受けました、うん、ちなみに内容が非常に機密性が高いために会議室のみならず、うん、3階は我々以外は立ち入り禁止となっています。うん 最終的に21時に会議が終わり医師1人 MR13 人、うん、1> 私1人の計15人全員で3階のエレベーターホールへ、うん、エレベーターは2機エレベーター A に医師と MR2 人がまず1階へ、うん、1> エレベーター A が1階に着いたのを確認し MR が下を押して 上がってきたエレベーター B で MR6 人が1階へ。うん、エレベーター B が閉まったのを確認して、私が下を押して、上がってきたエレベーター A に残りの MR5 人と私が乗り、MR が1、一階の1を押して、われわれもいざ1階に。うん、そのはずが、なぜかエレベーターは上の階へ。 なんでとボタンを見ても1のみが点灯しているだけ、うん、4階に着くとエレベーターの扉が開き目の前は真っ暗な4階のエレベーターホールのみいい、ね、もちろん誰も乗ってくることはなく扉は閉まり今度は点灯しているボタンの通り1階へ降りました、うん、まあいっかとなり結局解散になりました。うん 考えられる可能性としてはエレベーターに乗る際私自身が下を,下を確実に押している下のボタンを、うん、乗った時に間違いなく1階の1しか押されていない、うん、これはエレベーターが上がった瞬間に1階しか押されてないよななんでと声に出してその場のみんなで確認をしています。また私が間違えて 上を押ししてていたとしてもエレベーター内では1しか押されていないのでエレベーターの一般的な使用上乗り込んだ3階で再度、えー、開閉した後にそのまま1階に向かうはず誰かが4階でボタンを押していたとしたらエレベーターは2基あるので我々の乗っていないエレベーター B が向かう可能性が高い。仮に 我々のエレベーター A が使われるとしても、一度3階を通り過ぎて、まず4階に上がり、そこから3階に降りてくる。さらに、誰かが1階で誤って4階を押してしまっていたとしても、エレベーターはまず4階に行き、その後、降りて我々を3階で乗せて下に降りるはず。ちなみに、このビルは非常に新しく、もちろんエレベーターもとても綺麗で、 とても非効率な動きをするような古いものではありません。可能性を上げて潰していくたびに不思議でならないです。なんでですかね。あと、ラジオクラウドで怪談ラジオを聞いていますが、怪談ラジオを聞いているときだけ、高頻度で音飛びや再生停止、音声が出ないで時間が過ぎる、 突然のアプリダウンなどが起こりますよく聞きますそなんとかなると幸いですこれはねえ、あ、でも最後にね他にも不思議な体験がありますまたいつかこちらの方もキャラさんに解決してもらえれば幸いみんななんでそんな教材持ってねどんどん送ってきてほしいですね待ってます本編に入る前にあのね自分らの自らの口で言うことは どううなのと思うから言ってないことを書いていただいて正直言って大変ありがたいんですけどね他のラジオクラウドだとか聞いて何にもないのにラジコ何もないのに他の番組だとねこの番組何でまともに聞けないんですかっていうことってすっごい。 ご聞,きす聞きますね。ただ聞きますね。<laughs> あの話題に挙げたことがないのは、んなこと言うて、お前らまたこの番組の数字伸ばそうと思ってんねやろっていう風に、数字伸ばそうと思ってることは事実です。<laughs> うん、うん、でも。あのー、ね、そういうことで伸ばしたいと思ってる気持ちはかけらもないんです。うん、そんなこと言いたかったら、この七年間で、もう二三回やってないか。わけなんですけど、うんうん、あのナチュラルに聞くんですよ。うん、あの。 これは放送のアーカイブなので録音されてるもんですよねっていうふうに。うん、というかすいませんあのラジオ番組も収録なので全部録音なんですけども、うん、何が言いたいんですかって言ったらいや放送されたアーカイブ聞いてるのは録音以外の何者でもないのに、うん、いや何で勝手に止まったりとかと、うん、いわゆるラジオ局でそんな止まったりどうのこうのしたという音声を流してるのかなと思って見たら違う。うんうん そうだよね放送の時にちゃんとしたもの流してるよねと思うからっていうとこなんですけどっていうので除外するんですけどだって高頻度で音飛び再生まあ急に止まるで声音が出ない出ない状態で時間だけ過ぎていくでアプリが落ちる考えられる不具合全部起こってますからねまあその通りやねでそれをバラバラに言う人もいるしそのうちの2つのを口にする人もいるしそれ全部ある人も聞くんですけど つお願いいした私に答えられるとでもお思いですかとそれその原因が分かるんやったら直してますと少なくとも直してくれとは言ってるんですけどそんなに怒るんですかっていうふうにつまりこちらとしてみたら分からないのでいやそれは聞いてる環境やとか機材を疑ったりするんですけどもだって他の番組問題ないのにっていうふうに返されるケースばっかりなんですよ。 普通に聞いたら普通に聞けるものばっかりなんですよ。なぜ怖すいだけそうなんですかっていうに。なんでなんや。階段番組はからとしか言いようがない。言いようがないんですよね。同様で一番みんなが怖がってるのって音聞こえへんのに進んでるんです。はい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 。それがね、ん？聞こえへん？止まった？と思ってみたら動いてるんですって。というのもあれば、いやそれでですね。 なんでボリューム絞られてんっててボリューム絞られてない、えー、っていうのもあっておかしいなと思ってもっともっとっ,って「というわけだから」っていうふうに「えなな何がというわけなん?」みたいなふうに思うっていうことがあるんですよ。で先でどうされてるんですかって言ったら「いやこういう番組なんだな」と思ってそれがねもう一回起こると思うからもう一回同じ話を聞くんですっていやつまりそのね 今日日日月月の29日でしょ、うんうん、うあ、何これもう一回聞こうって6月29日聞いたら普通に聞けたりするからがっかりするんですいやすいませんがっかりされるのも <laughs> ちそれ全然違います普通に聞いていただけるのが何より私たちの幸せなんですっていうふうに、うん。でもあの要するに怒る話数が決まってるわけではない、うん、ではなくで定期性があるわけでもないんですだから気持ちが悪い人っていうのはやっぱり確認取ってはんねんなと思って。 この話やからというわけではないんでしょう、ね、<music> そうなんですその通りなんですっていうとこだったりする <music> けれどもまともに聞けませんよ一年分とかっていう <laughs> まともな番組じゃないからよっ,よっぽどですねそ,、まあ、そこまで行っちゃうと でそういう人もいればと思うと「あこ,れこれ私携帯で聞いてはる私の携帯が古いからや」<ー>っていうふうにであ,の、まあ、ある時に、うん、あの新機種に変え,えて、うん、これでこんなこと起こらへんと思った一発目に起こるとびっくりしますよね「うん、あこれごめん今までのごめんね」ってに、うん、あの君を疑ってたけどもそうじゃなくて番組がおかしいんだ、うん、っていうふうに。 多分褒めてもらってんねやろなあ、うん、みたいなふうに思いながら、うん、みたいなふうに思うんですけどね番組の中で変な音が入るということと言う,言うだとか、うん、勝手に止まるっていうことはご承知の通り、うん、何回も起こってるんですけど、うんうん、端末で起こってるっていうことを言うのは、うん、さすがにはばかってたんですけど、うん、とうとうお便りまでで言われるようになったのかと思うと <laughs> なんかこうね 感無量そうですね。これはも会議として楽しんでいただしかなければ。ちなみにね、ユーチューブが始まってからよく聞くようになりました。だからラジコとポッドキャストの間ではなかったとかどうかわからないんですけれども、こんな聞くことなかったんですけれども、あのユーチューブになってから、ユーチューブばかりで聞くわけじゃないんですよ。ユーチューブが始まったあたりからポッドキャストでお菓子とかラジコでお菓子、もちろんユーチューブもお菓子っていうような。 あのー、形で聞き始めたので聞き始めの頃はそれ YouTube だからじゃないですかって言ったら違う、うん、そうでもないですねあっさくんもそうなんえやっぱり聞きますよその人 YouTube だからっていうわけではなくて,、うん、こうてラジオクラウドとかね、うん、ポードキャストの不具合があるのはやっぱりお便りにも書いてあることありますし、うん、我々が不具合なんかなうん <laughs> ですかね実はうん どうか。でも、それもね、含めて楽しんでいただく。いつまでお前脱線してんね、んすみませんでした。そうでした。エレベーター。の話エレベーターの話なんですけども、あの、考えられる可能性は、ありがとうございます。全部潰していただいているので。あの、もう答えはね、二つしかない。二つ。一個はわかりやすいですね。この番組的に都合よく、正しく会議が起こっているのである。で、どんなに新しくても。 あの機械の不具合という可能性というのは否定ができません,んというこの2つが大々的に考えられることだったりするっていうところですね。 一回で誰かが呼び出しボタンを押したのだったらば、この方が考えている通りです。三が安通りするやん。その通りやね。で、その後、降りてくるやん。その通りなんですよ。もうすごく単純な話で。でもね、っていうに誤作動の可能性というのが薄いと、この人が思っているのはその通りで。誤作動説を、の先に言うのではなく、解説の方を先に言ってたりするのは。誤作動であったにしてみても、四回で誰かが。 読んだよっていう誤作動であるんだったらばつまり3階押つとうれし4階行くから「おいおい誰が上で呼んでんねん」っていうような声が飛び交ってるはずだから3階で空いて1階押したんだったらこいつは命令を聞いて階ににりならんですよところが1階押しているのにつまり行き先を自分たちが決めたのにこの瞬間決めたのに重力が下にかかった。上上にがる 全員が、ね、口に出さなくても思思ったと思う、うん、上に上がるって、ね、何、うん、って自分たちしか借りてないということもう誰も残ってないっていう、うん、残業ご苦労様です状態であるにもかかわらずっていうところだから、うん、エレベータータ内の空気って多分怖ったと思います、うん、よかった一人でなくて、うん、という空気を共有してたとおそらく、あのー、思いますって、うんでまあ、何よりビジュアル的に怖くて嫌なのはチーンと音はしてないと思うんですけど、うん、4階室でガーッと上がったらば 暗なあのー、エレベーターホールが見えたって、うん、おおどうしようと思ってる間にばーっと閉まって降りていく。うん、じゃあ三階でもう赤やんて。そうですね。普通だったら止まっつ、ね。そう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 。うん、それが今度は三階を素通りしていくっていう風に、うん、なんで読んだ時には三階は素通りせえへん。ああのー、なんていうのすりしていって四階に素直に上がっていくのに、うん、降りていく時には素直に三階で一回赤へんね。うん 我,我々が下行くように押したわけやからっていうとこだったりするっていうとこだから「誤、うん、作動」という言葉というのにはあの無限に理由があるので、うん、あの何とでも言えるということの考え方って、まあ、選択してくださいっていうとこだったりするんですけど「誤、うん、作動にしては」っていう言葉をつけた上で改めて言わせていただきますね。誤、うん、にしててはよくできている、うんうん そのエレベーターに乗ろうとしている人たちを怖がらせようとするためにできる最小のエネルギーでできるいたずらです。うん、確かにうん 佐々木くんが別冊の方でエレベーターの会の話をしています,す。明日の配信でやってるんでよかったら<う>ぜひ聞いてください。ね、偶然のタイミングなんかどうかわからんけどもっていうけども、読者のというユーザーのお便りは我々があのコントロール下に入ってるわけではないので、うん、このお便りが今回の収録の時に届いてるんですよ。すというのと、佐々木くんもこのタイミングで喋れる時にエレベーターの会の話が二つそ、ね、あの揃えているのは我々でもできますよ。うん、そうそうそう。 ただ7年間放送していてエレベーターの会のお便りってなかあったんやっていうことを比べたい。うんもそんなにないでしょっていうのと、うんうん、佐々木君が体験したエレベーターの話っていうのがこの両方ともが今回の収録にぴったり間に合っているっていうことが、うん、別冊も本放送も同じ日に収録していますから、うんうん、これが揃うっていうのもどういうことなんやかなと、うん、僕は経験さん先週の話ですからねちょうど1週間半ほど前の話でこのお便りが来てるのがえっと日付5日なん ほほぼぼ近い時のタイミングですねこれはやっぱりエレベーターの階段っていうのは我々がうまく出会ってないだけでこうタイミング的にねここまで佐々木さんと亀太郎さんで重なるっていうことは多いんですかね前も言ったけどラジオ関西でもねスタッフが夜中2人で7階から下に降りるのに1階押してちゃんと1階から7階6階降りていくのを見とったらしいですわ。 1> で1階についてチーンって開いたらそこは10回やってええー、ってなったって真っ暗な10回やってで慌ててもう一回1回のボタンを押したら1回まで一ったいう話を体験するんで、ね、ああ私とカンちゃんもね社員,社員食堂ああ上のね,ね、うん、そう上押して私たちはそれこしか押してないし、うん、ここのね、うん、あのー、エレベーターって止まると階は光るじゃないですか、うん光すね、だけどパって開いてね社員食堂と思って降りたら、うん、なんか下の5階かなんか何階だったって。<laughs>

一日の中でね、うん、そんな何回も何回も乗るもんでもないし、うん、でごくごく短時間じゃないですか乗ってもその中でも、ね、やっぱりこういったことって起こるんですね。うん、エレベータータの階を本気で扱って たのって、うん、おそらくですけどね、うん、シー袋が最初だと思うあったかもわからないけど果たして書籍にそれまでどう乗ってたかというとエレベーターに死者が乗ってました的なものは、えー、なかなかったりするんですけどエレベーターそのものが会の手芸員であるっていう上に、うん、誤作動という紛れを除いたな ととして取り上げたのん耳が最初だと思うんですよ。うんうん、少なくとも僕が読んだ中ではうん、うん、で、その「新耳の中で強烈に覚えているエレベーターの話が二つ一つ,、うん、つはねっていうふうにあのボタンあの押して上に行こうとした時に上からエレベーターが降りてきてっていうふうにでそのエレベーターのガラス、うん、目の前の扉のガラスの中に下にスーッと降りてったっていうなんに何や一回地下に行くんか、うん、ってうん。 隣の友人が青めてるんで、どど、ど、どないしたんやって言ったら「ここに地下はない」って言ったら「チーンって,言って目の前にガーッと開いたって<ー>え今1個降りてったやんけ」っていう「ここ地下ないで」っていう話をしてる時にガーッと開いたから、うん、でも2人が見たのは目の前をスーッと降りてくエレベーターを見たっていうに、うん、あ、なに「何や下なんか」って言ったら、うん「え,え,えここ地下ないから」って言った時にペッとスーッと降りてきて開いた。 これは一体何なんですか?」っていう体験が非常に面白かったっていうのと「うーうん、あの降りて」って、うん、チンガーッと開いたら真っ暗で何にもないって言ってて何<ー>やろうと思ってあの足をそーっと出して床をおおおの感触を確かめたら「ぶよぶよしているからゆっくめた」っていうふうに、えー、<laughs> 真っ暗な中を。うん あれなんで暗いのえこれど,どこここ?」みたいなふうに思って、うん、あの一歩出てみようかなっていうのを恐ろそろやったらこう波打つかのようなふよふようん、うん、水の入った風船を踏むかのごとくっていう感じだったらバッと引っ込めたらガーッとこう閉まってっていう,うに「そんな階ないで」っていうあの思ってあの「ここのエレベーターの地下って変ですよね空いたら真っ暗でこうでこうで」みたいなことを確か警備員さんに聞いたかなんかかな、うん、そしたら。 兄ちゃんその話他の人にはせんといてななんでありえへんと言ってくれへんねんみたいな、うん、<laughs> あんた頭大丈夫って言われた方がまだ救われるのにその話はちょっと他のこのビルの関係者には言わんといてなみたいなことを言われたみたいなことがありましてねって、うん、一緒に一回もう忘れるあの時、うん 何やここって一歩外出ててエレベーター閉まっててどうなってたかと思ってみたいなそうですよねいやシンプルながらどちらも強烈ですねこの話がなんかリアリティがあるなと思って聞いたのって、うん、ガーッとやった時の真っ暗って言ったでしょっていうの、うん、その人も直感的に足を出すという行為に移るというのの最大の理由ってね、うん、エレベーターが開いた時の明かりで普通エレベーターホールのすぐ手前って明るくなるのに、うん、パシッ と線で切られたみたいに真っ暗なんですって全くの暗黒ってどうなんだろうな普通ありえないからなかなかイメージがしづらいですね、うんうん、なんかねいやそうでしょう、はい、それでねちょっとエレベーターの話ではないんですけれども、はい、僕にがこれにねあの気を寄せることができたのって、うん、大学時代に南森町にある雑居ビルにある編集部でアルバイトをやってたんですよ このビルおかしいんだよねっていうのってずっと聞いてたっての会の人も言うで。1階に喫茶店があって徹夜まで徹夜したらその喫茶店のあのおばさんがおに弁当作ってるんですよ。それがね朝まで頑張ってると作りたてのお弁当がそのままあったかいままで出るっていうたくさん作ってるから最後にご飯盛るだけなんで朝までやってたらご苦労さん今ご飯盛るねっていうとかって。んで ご飯をあのお昼に、うんあの、最後にご飯を持って「うん、あのはいお弁当」っていうふうにやるから、うん、おかずだけを並べてるけれどもそれがりつけるっていうのが嬉しかったそのその,あの喫茶店のママが「このビルはおかしいんよ」って、うん南「南森町ってどうなん?うん」ってどうやら他もいろいろ知ってるらしいんだけれどもっていうところでそのさっき言った徹夜でアル,アルバイトをしてる時に、うん、あのトイレ すまして手をバーッと洗ってパッと顔を上げたらいつもは真っ正面で自分の顔を上げるっていうのが鏡に映ってるんですよ、うんはい、何でもないことがあるんですよ、うん、目の前にだって鏡があるんだもんって、うん、パッと顔を上げた時に真っ黒やった<ぁ>え鏡がなくたって壁はあるやんか、うん、その暗さっていうのがね黒い紙が張ってあるとかっていうのはなんかうっすらと反射光だとか<ー>上の蛍光灯の何かの照り返しがあるとかではなくて。 紙でスパッと切ったみたいに、うん、いわ壁の厚みも何もなく真っ黒やねんか、うん、えこれどういうこと、うん、というふうにしばし考えることの可能性が今言った「うん、壁の厚みは?」とか「照り返しないよね」うん「鏡走るだけと違うやんか」「今顔上げた時あ手洗って下向いてる時には鏡やったやんか」うん、みたいのが。 ふっとこうねあフラッつパカのようにまばたきした瞬間持って戻ってびっくりしてる自分の顔がそこにある、うん、けれども多分この間ね1秒以下やと思うんですけど、うん、あの周りはちゃんと見えてるんですよ、うん、ってうに1回だけあったけれどもっていうに編集部に帰ったって気乗らないですよ、うん、どないしたんと<の>トイレから帰ってダマー黙って仕事してっていうにあのね バカにせんと笑わんと聞いてくださいよ」っていうに「トイレの鏡であの顔、ー、をパッと見たら顔がないどころか真っ暗やったんですよ」って言ったら「あ時々あるよね」<え> <laughs> いやいやえ時々?」っていうふうに「いや長い間ここにおったら、うん、まあれに合うよ」っていうの言うからどういうことですかって言ってじゃつまり僕が最初に言い出したことではないっていう、うん <laughs> うん、で、それからどれぐらい経ったかなあっていうときに「ここの鏡ってあの取り外したんですか?」っていうふうに言って帰ってきてあげよったんでその人は「真っ暗のことは鏡がないと思ったんですよ<ー>ないことはないと思うよ」って思い当たるから、うん、あの一緒に行ってもちょっと確かめたから一緒に気持ちがパッと開けたら「うん、あれあっんか勘違いしたんですね」っていうふうに。うん やっ,たんちゃうって言ったら「えな何でしてんですか?うん」っていうことはあった。あ<ー>。うんあのー「しい耳に書いたのはそんな重ね技では書いてないけれどもうん,うん、うんうん、あのー、裏が取れたんやったらそれでええやんかと思うかな」っていうとこだけども「うん、何でしてんですか?と」といや別に」ってんうんあの要はあることやから」っていう風に慣れるとね「うん、大丈夫かこの人ら」と思うことを <laughs> 自分がさらりと言っているっていうことに気が付きますよね。 で、気にされたらだって働き手がおらへんようになるからしゃべりながらこう,いうひっくり返ってるのって <laughs> 今考えたらようこんな冷静に今し喋れるようになったなと思う、うん、当時はあのー、あんまり止まりたないなというふうになって、うん、しばらくはちょっと避けてたたじゃなかったかな。かかっいやでもすごいもんですね慣れってね,ね。で、うん。うん 誤作動で起こらないよねっていうとこだったりする、うん、まあまあ外が出た暗かったっていうのってありえへんかっていうのは鏡の足まで持っててしまったけれども、うん、エレベーターの回遺というのを,をなるべく誤作動からは解けたいとは思ってるんですうん、うん、ただ他のフロアに何にも人がいないからっていうことというのは当然のことく皆さん理由をつけて納得したがるから、うん、理由をつけて納得できないところに怖いだとか、うん 体験談を送ろうという気になったりしたりするんですけどもね。この人が今回面白かったのって、うん、実は職業だったりするっていうのと、あ,うん、あの人数だったりします。うん、目撃者がこんなにいて、うん、あの仕事的に確認を取ることというのが、とっても大事っていうことを生業としている方の信頼性は抜群に高いというのと、うん、あのー、会社員をやってる人間のエレベーターの紛れ率を弾く力って高いんですよ。うん およそそのエレベータータで起こりそうなあの故障で閉じ込められたっていうことっていうのの経験こそは少ないにしてみても、うん、およそエレベーターでありそうな誤作動って体験してないまでも耳にしたことぐらいはあるっていう経緯が多いので、うん、それにちっとも該当しないっていう経験則を持っている人っていうののの話は小さいけれども大きな会というのをこの番組で時々言うのに該当すると思うので。 このなし立派に胸を張って言っていいんですけど、うん、一般の人に解として伝えるのは難しいです。そうですね、難しいですね。なかなか。うん、これね、ラジオの放送を聞いてる方は思ってると思います。うん、ややこしいなこの A と B というエレベーターがあって、うん、この可能性というのを潰してるのは分かんないけど、うん、え、ちょっと待って、ね、A と B がみたいな、うん、大混乱を起こしてる人はあのいると思うんですけど、うん、大変整理されて、とてもわかりやすくあの書いてあったので、僕はこの A と B だとかあの ね、通り過ぎる可能性の話だとかに触れてる点全て一回聞いただけで納得できました、うん、あこれ潰してるこれ潰してるこれ潰してるって言うので思い当たる可能性は全部潰していただけているので大変優秀な 体験談というよりレポートですね純粋にほんま怪異を体験されてますねこれはでも本当にあの学術職の方らしくまさにレポートという感じですねちょっと思い出した話をしても大丈夫ですかじ的にどうでしょう来週に行きましょうか分かりました実はじゃあ拙者もちょっとじゃあ来週にちょっとエレベーターもうちょっとじゃあ来週に告知です告知はい えー、松山勘十郎は、えー、次の大衆プロレス松山座の本公演は8月7日日曜日育独民センターで15時から行います、えー、いろんな個性豊かな出演者が出ますので料金等の詳細も合わせて松山勘十郎で検索していただきますとプログやツイッター等々いろいろなところで情報が見れますのでぜひとも会いに来ていただけたら嬉しいですよろしくお願いします私ひずきよこ ひ,ひらがなにつの点で日付よう検索してください。いろいろね、今動いてますので、情報はそちらから拾ってください。ええー、現段階で発揮申し上げることはできないんですけども、すいません。七月の後半にまたアメリカに行ってるかもしれません。お<タッ>番組では、別冊怪談ラジオを販売しております。ちょっと普通の。 のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの語っています二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますのでぜひお聞きになってくださればとどうやったら帰るの詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になってぜひともお買い求めいただければと思います今夜はいいいかかがでででししたょうか何もなければいいんですがえちょっとあなたの城 誰ですか番組ではお便りや感想のほかあなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしていますメールの宛先は階段 −jocr.jp ファックスは078361005、078361005。おはがきは郵便番号65858で、ラジオ関西、怪談ラジオ、怖い水曜日まで。ぜひ、本物の怖い話を私に教えてください。お相手は、歌う怪談女、日月よこと怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎と。 そして会談を集めて四十七年木原博一でしたそれではまた来週お耳にかかりましょう,かかしょうこの一週間あなたが無事でありますように